はい、どうも皆さん、こんにちは。ボキャドでーす。おい、やばい。今日もサーモンラーをしていくぞ。そうですね、ユギさん。今日の編成を解説しろ。今日の編成はですね、最強に雑魚処理がしやすい。それにつきますね。アルペン以外は全員雑魚処理がしやすいので、かなり楽に回せると思います、今日は。ユギさん、今日は回したらどうですか？そうだな。そんなに勝っちゃったようなら、少し回してやってもいいぞ。今日も相変わらず上から目線ですね。当たり前だぜ。ところでユギさん、少し話は変わりますが、僕のチャンネル登録者が今250人になりました。ありがとうございます。いつも見てくださる方。そうだとか、おめでたいな。あと、いつも見てくれてるやつ、ありがとうな。すごく助かるぜ。そうですね。これからもよろしく頼むな。あと、チャンネル登録してないやつはな、してくれると嬉しいぜ。動画を見てくれてる過半数のやつは大体いつもチャンネル登録をしてくれてないから、してくれるとアボキャドが喜ぶぜ。そうですね。僕が喜びます。ユギさんは嬉しくないんですか？俺は別に、このチャンネルの持ち主じゃないから、どっちでもないぜ。そうなんですね。意外とそういうところはドライなんですね、ユギさんも。そうだぜ。だってお前、移動相棒って言ったら、めちゃめちゃ否定してきたからな。ちょっと傷ついたぜ。すいません、ユギさん。申し訳ないです。そんなにユギさんが根に持つタイプだと思ってなかったです。当たり前だぜ。人は誰しも根に持つ生き物だぜ。そうですね。本当に申し訳ございませんでした。その件は。反省しているなら、多少は許してやるぜ。ありがとうございます。おい、それより、達成はどうなんだ？この武器たちで達成はいけるのか？そうですね。じゃあ、最後に達成だけ見て、今日、終わりましょうか。そうだな！おい、お前、達がやってきたぞ！そうですね、ユギさん。お前、今日の達成の動きを解説しろ！はい、わかりました。今日はちゃんと解説動画になってますね。僕はちょっと嬉しいですよ。当たり前だ！今まで解説してなかったのがおかしいんだぜ。そうですね。間違いないです。そして今日の動き方はですね、R ペン以外のやつは全員しっかりと雑魚処理と大物処理をしていくのが一番いいのかなと思います。大物処理をしながら銀の鱗を作りまくって、いくらキャノンでシャツに攻撃し続けると簡単に安定して倒せると思います。そして R ペンは直接攻撃だったり、ちょっとめんどくさそうな大物を少しずつ倒してあげるとすごく助かりますね。他の武器を使っている人たちからすると。そうだったな。思ってるよりためになったぜ。どういうことですかそれ。僕また意味わかんないこと喋るとでも思ってたんですか、ユギさん。当たり前だぜ。お前いつも意味わかんない話してるからな。ためになる話をしてたことの方が珍しいぜ。そんなこと言わないでください。僕も一実況者としてそれは悲しいです。そうか。でもお前めちゃめちゃさっき肩パッド外しまくってたぜ。そんなこと言わないでください。意外と画面見てるんですね、ユギさんも。当たり前だ。画面を見ていなかったら解説が何もできないじゃないか。それは確かにそうでした。申し訳ございません。いいぜ、別に謝ることのほどでもないぜ。ところで今日の動きとしてはさっき聞いたが、一番注意してほしいことはあるのか？特にありません。そうなんだな。最後に金登録が落ちたどっかどうかだけ見て、今日は終わりにしようぜ。そうですね。金登録落ちなかったですね。そうだな。やっぱりレアだ、金登録は。そうですよ。それじゃあ、チャンネル登録と高評価、よろしく頼むぜ。また明日も見てくるよな。